はい、タチャーハオ。こんにちは、シャメです。本日は、マージマンション、続きをやっていきたいと思います。さてさて。書斎。えっとね、水をやるはできるので、これを収めていく。はしごの方はね、まだ、無理かな。あ、これだけになった。きっと きつっ <laughs> きつきっつ <laughs> いや、なんで40%になったら1個に集約されてしまった。うわぁ。えー、でも多分な次にはしごができるのってイベントがあるからさもう下手するとイベント終わったぐらいだよ。<laughs> もう進まんよ、そんなのもう。で、これがさ 角切りサーモンが出ないんですよ。どうして恐ろしいぐらい出ないんですけど。あどうしようかな。一回戻るかな。なんかこう、下とか見るとこのね、ちょっと苦労した跡がちょっと見受けられるかと思うんですけどね。あまりにも出なくて。角切りサーモンが。あとこれなんか来てるね。週末キャンペーン、豪華キャンペーン開催中。 えっと、1、ウルソラおばあちゃんのバレンタインキャンペーン。31やゴディバで使えるギフト、ギフティスイーツボックス。1000円分を抽選で50名様にプレ,プレゼント。なぜかもうミラティブ限定なんですね。この視聴とか。後でちょっと詳しく見ておこうかな。31行きたい。<laughs> 31、あ、この辺もらえるんだ。台帳歌手。秘密の暗号が書かれた本。 そして、書斎の鍵、回収。新たな謎を解く鍵となるかもしれません。これさ、他に何なのか全然わかんないんだよね。手持ちのものはさ、手持ちのシリーズは全部埋まってるんだけど、他のアイテムがあるんだろうね。よしイベントに行く前に、箱を開けよう。箱をオープンしよう。 どれからいくこれかないやこれかな二、e、3 4 5 6ちょっと待ってよ種種ないか789うん1 0 1 1二。1 2 十三、十四、いいぞ。違った。十五、十六、十七、十八、十九、二十。ええー <laughs>、二十一。 よしよし22うーんうーんうーんしまっとっかいやー厳しいなこれスペース <laughs> あこれいらないねうーん 待ってよ。いや、いらないものがあるかないかで言うとあるんだけど、いや、これイベント進めて、まずこれを使おう。いや、待ってよ。いや、使おう。<laughs> まず体力、体力をね。あえて減らしていく。えー、っとね。これまだまだなんだよね。レベル5にしたいんだけど。 必要なのは、レベル5。で、サーモンが出てこない。本命はあなた。んどれから行くまあ、これかな。これ作ってて、ちょっと待ってよ。スペース大丈夫かなこれ。で、 1400。数字が恐ろしすぎる。よしよし。で、時計を合体。もう一個時計できるかな体力的には厳しいかな体力じゃないあの,この、これ。デザートセットが。 まだ持つか。まだ持つかそろそろ。いや、割とあったっけ、返す。まあ、ギリギリ。だけど、いける。よし。すごい。 ここでダイヤを使えと言わんばかりの <laughs>、言わんばかりの泡の出方。じゃあね、この金の鏡をですよ。まずは、合成していく。これどうしよう最大見たいんだけど。最大を見ると、 うわ、どうしよう。いや、でも最大が見たいんで、先に合成します。しょうがない。欲望に、今。最大のやつが見たいっていう欲望に今負けてるから。で、合成で。お、花のヘルメット。あ、これヘルメットなんだ。鼻のヘルメット。あ、逆さまになってるやつね。レベル7。ロディなりに考えた結果のようです。じゃ、これ最大にしてみるよ。えい。お すみません、ロディ。これをマディにプレゼントすることはできません。どうしてだいだって、これは、どう見てもロディじゃないですか。そう君にも似てると思うよ。心配ないって。うーん、そうでしょうか。うーん。どっちにも似てない気がする。どうしよう。 自分の目が悪いのかなどっちにも似てない、なんか第三者が出てきたみたいな。これ何愛のボブルヘッド人形、レベル8。車に乗せると頭がブルブル揺れます。んこれどう、どうすんのえ待って、何にも使えない。 なんか出てくるかと思ったけど、違う。ち、違うんだ。ちょっと待って、予想、予想が外れた。えちょ、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 え <laughs> <laughs> なんか、なんかドロップするかと思ったけど、そうじゃないんだ。こっから。え何かに入れるのかなわからん、ね うん、危な危なちょっと待って、どこに置こうかなっていうね。こ,こうしよう。<laughs> こうしよう。事故をね、なるべく防ぎたい。うーんと、真ん中のテープが邪魔だな <laughs>。えー、ではですね。 で最大の、うん、ボブルヘッド人形できたけど。まあ多分何かに入れるんだろう。<laughs> そんなことしかわからんな。入れるとしたら何に入れるえー、まだできてないもの。でもテープの最大もできてるし、今ってできてないもの、なくない あれ <laughs> 何にも完成してないものが別にない気がするんだけど。どういうことなんだろうね。さて、じゃあ。どうしよう、これ多分コー,コースがさ、増えていっちゃうんだけど。もう。 一コインで売り飛ばすしかないのかな。最終的にはそうなるよね。邪魔だった場合。うん。全然ゴルフアイテム出ないな。驚きの出なさ。ええー。ゴルフアイテムは あれ <laughs> ゴルフアイテムあてたてたうんちょっと待ってよえー、っと やっぱゴルフアイテム出づらいなぁ頑張ろ <laughs> 頑張ろよいしょっとでもまだまだいるんだよねゴルフアイテムがえー、っと うん。ゴルフアイテム。ゴルフってかパターか。いるの、特に欲しいのがパターなえ、待って、左上の人形すごい気になるんだけど、今のところ、 行き先が不明瞭だな。よいしょと。よし、じゃあ回復してこよう当初の目的だったこれを使う。でもう一回。うん。包丁が欲しいです。包丁ください。 あ、そういえばね、今日、やっとね、やっと、できましたよ <laughs>。何がって <laughs>。ええとですね、前にちょっとちらって言ってたと思うんですけども、あの、お風呂のですね、床の張り替えを、しておりまして、今度こそ、 出た出た初めてじゃない角切りさんも。初めてだよ、これ。あ、これで進める。健康的な食事。よしよしよし。回収。そう、お風呂のね、床の張り替えをしておりましてね。いや、でね、だいぶ下の弟にね、だいぶやってもらったけどね <laughs>。 <laughs> いやでもね、あの、シートを買って、シート切るところまではやって、で、接着剤で、接着剤練って、あ、でもね、さらに下地剤がいるんだったんだけど、下地剤はね、弟が、下の弟が買ってきてくれた。で、下地剤も切って、で、接着剤を練りましてね、またね、接着剤、 うーん、あのね、なんか両面テープみたいなのでもね、お風呂の床、いけるらしいんだけどね、ちょっと心配だったからさ、接着剤にしたんだよ。で、その接着剤が、エポキシ系のね、二液混合の、二液っていうのか二液っていうのかわかんないんだけどね、あの、液を混ぜて作るタイプのやつで、その、 床材の方をですね、接着剤を練って、はっつけるところまでは、なんとか <laughs>、やりまして。でもやっぱ微妙な調整とかはね、一人じゃ絶対に無理でさ、結構あの、下の弟に一緒に作業してもらって、 で、最終的にさ、コーキング剤を打たなきゃいけないんだけど、あの、私、コーキング剤を打ったことが <laughs>、なくて <laughs>。大丈夫かな。一応ね、買ってあったんだけど、コーキング剤は。で、コーキングガンも買わなきゃなって思ってたら、どうも下の弟が持ってたので、コーキング、コーキングガンは、買わなくて済んだ。いや、そしてですね、 これどうする <laughs> これ。本当に困った。これ。増えていくんだよね。これって合成できないんだよね。結局。うん。みんなどうしてんだろうこれ。この。完成してしまったグリーン <laughs> そう。そして、接着剤貼ります。で、最後のコーキング打つところ。 やってもらったんだけどねいや。コーキングね、打つのね、ちょっとやらせてもらったんだけど、大変。ひょっとしてね、電動のやつだったらもうちょい、もうちょいやりやすいのかな。いやってもね、難しいね、コーキング。あの、いわゆるパッキンみたいなやつ。あれをね、打つんだけど。あれえっとね、まずね、手動のやつって、 あの、液を押し出していくタイプのガンなんだけど、あれがね、硬くてね、全然押し出せんのよ。買ったっていうね。でもちょっと、す、あので、ね、も本当に十数センチ打っただけで手が痛くなってきて、なんじゃこりゃっていう。なんじゃこりゃじゃないんだよね。いや、難しいね、コーキングは。 でなんか電動のやつもあるらしいんだけど電動のやつは電動のやつでなんか調整が結構難しいんじゃないかないややっぱ職人さんってすごいよねいやでも弟がやってくれたけどね下の音なかなか綺麗にねコーキングを打ってくれましてねえいいんじゃないみたいなというわけで 今日はね、大変だった <laughs>。そんな作業をね、しておりましたから。いや、でもお風呂の床がね、ピカピカになりました <laughs>。そりゃそうだ、張り替えたんだ <laughs>。ピカピカになりましたよ。これでね、お風呂タイムも、一層楽しいという,もう、くつろぎの時間になるかと思います。多分。 あでも本当にお風呂、水回りってなかなか大変だなって思った、その作業が。ね。しかもやっぱね、パッキンっていうかコーキングのとこを劣化してきたなと思ったらね、まあ自分でコーキンググッズにしろ、えっと、頼むにしろね、業者さんに。 なんか、ちょっと劣化してきたなっていう時点で、なんか手を打っとかないとね、あの、だんだん、大変なことになっていくから <laughs>、早い方がいいかなっていうね。全然出ないな。あ、待って、何をやるんだっけあ、そうだ、これ。サラダ。野菜の薄切りね。野菜の薄切り。野菜の薄切り。 包丁を作らなきゃね。これさ、結局さ、あの、ここから何が出るかって、ランダムだから。あ、そうそう。この冷蔵庫が出ない限りは前に進めないんだよな。よいしょ。じゃあ、冷蔵庫ね、開けていこうか。とはいえ、 包丁がないとさ、包丁を作るべきなんじゃないかこれ冷蔵庫開けるんじゃなくて。あと15秒待ってもらうかな。私のやることは今、冷蔵庫を開けることではなく、包丁を作ることなのではそうだな。包丁を作ることだな。わかった。包丁を作ろう。 一回普通に回復。で、ちょっと一回。ちょっと画面がくしゃくしゃになるから。まずは、整理、整頓。で、あ、肉、肉野菜セットか。 包包丁丁を作るんだだだはまだ先だないやでも本当ととりあえず作業が終わったんでねあとはもうコーキング乾くのコーキングと接着剤かな乾くのを待つだけです。 いや、あの、意外、意外っていうか、ちょっと予想外だったのがさ、あの、なんか、母がさ、なんかすごい、この、こういう作業をね、怖が、怖がってるっていうかな。そんなに怖がらんでもっていう、なんか、感じだった <laughs>。 こういう作業はなんかなんかこう恐怖を感じるもんなんだなっていうちょっと不思議な気持ちちょっと待って全然あのこっちが出ない <laughs> えー、どうしようかな どんどんこれ、グリーンレベル10で埋まっていくよね。これってなんか使いどころあるのかなえでも、いろいろ今日はいろんな体験ができて面白かったな。私も正直あの、お風呂床シートをさ、 床材シートをカッティングしたりするのも初めてだし、あのエポケシ系の樹脂を合成するのも初めてだしね。ちょっと匂いはやばいけど。<laughs> 匂いやばいけどね。まあ割とちゃんとできたんじゃないかなコーキングもちょっと打たせてもらったけど。 ウォーキング打つのも初めてだしあもうちょっとなのにえこれちょっといや我慢だ2本いる包丁が作りたいんだけど急に なんかこっちが出なくなったんだよね。そっちが出ないなら、そっちがそのつもりなら <laughs>、そっちがそのつもりならいいんですよ。あの、こっちはあのゴルフセットの方を作りますんでね。うん。ゴルフセット遠いよな、これ。 えっと、やばいまた、次ができてしまう。次の、次のレベル10ができてしまうコース。え、これ、みんなどうしてんだろうもう売ってんのかなどうしようもないよね。どうなんだろう 売却のほか道はなしかよ。分からんの。この先にさ、<laughs> この先で収めよって言われたらもう発狂しとるけど、多分ん。え <laughs> そんなこともないかな。うーん。 とりあえずよいしょと。野菜に包丁包丁包丁ください。でないな包丁が。 いやまあ厳密に包丁の素材がうん違う違うんだよそっちじゃないんだ、まあ、それならゴルフを作りますけど <laughs> うーん 一回ここに折ってもらうかちょ。真ん中のこのリボンがすごい邪魔な <laughs> 気持ちでいるんだが。自分だけだろうか。あと時間。ああ、でもいい時間なんだよな。無限を使うタイミングなかなか。てかあれだな。正直、アイテムがあるんだよね。 あ、開けるの忘れてた。こっち。これって、そうか、体力使わないから、まず開けるか。まずは開ける。よいしょ。えー、っと、これ。ちょっと待ってよ。駅鉢のこのデベル1ッとか打って。 でもいい気がするなうんドーナツではないがちょっと待ってよ一回これをしまおうであたいうん はいしばらく使わないよね割と今回は素材が出たか気がするうんあの素材をもっと盛んに出てくれ ちょっと待ってよ。えー、っと。一回これをしまう。ハサミを出す。合体する。しまう。あとは合成できないちょっと待って。えー、二箱目。 全然だったな。しょっぱ。す <laughs> まって、飽きが。空きがなぁ。も <laughs> う、まあ、しゃないか。この辺。ええー。<laughs> 素材で埋まった。うん。 あ、なんか半端になっちゃったなぁ。あ、これ一個出して。もうこれ入れておくか。ちょっとしっくりこないけど。しゃあないな。いや、これしまいたい。ちょっと待ってよ。<laughs> うーん。うん。これ出しとくか。しまい。 もう全くしっくり来ない配置。まあいいや <laughs>。これで。じゃあね。一応箱は開けたには開けたんで。向こう行って。これですね。で。戻って。回復。 あ、ごめん、間違えてタップした <laughs>。間違えました。完全にこの、ワードロープタップしてるつもりで、やってしまった。えー、どうしようか。つまり、冷蔵庫、バランス割る。バランス割る。今日、 今日一回も、いや、一回、一回出たか。一回キッチンチェストみたいなやつ。名前忘れた。なんだっけ、これは。キッチンチェストか。キッチンチェスト、一回しか出てないな、今日。その後三連続冷蔵庫っていうね。この、 バランスの悪さうんうんもうこうするしかないよねテスト出たけど あ、これは、これはまずいぞ。えー、っと、お金を回収しよう <laughs>。うん。 これもそっか、待ち時間があるんだじゃあもう手持ちのもので何とかするしかないな回復してしまったがよし包丁が出た包丁が出たよ包丁が出たからにはこれ このシリーズ。で、包丁を野菜の方に入れる。頼む頼む出たよしよしよし,おし野菜のグリル。ほーん。それねそ、それねオッケーオッケー。えー 今日ここまでかな <laughs> ここまでかなこれ1、2、3、4、5、6、7、8、9っていうね、一番良くない状態で止まったね。えー、開ける 野菜あと一個。これもちょっとどこ置いとこうか。野菜あと一個なんだけど <laughs>。うん。あといえ包丁待ちなんだよね <laughs>。せめて、キッチンだけでも

あでももうちょいで包丁ができそう。できそうだけど。ええー、こうかな。やばい、この、捨てる <laughs> また <laughs>。切ない。 これはどうすべきなんだろうえでもこれ街だからこれ開けるしかないのかやることがそうだよね <laughs> はあ<ー笑>いっぱいなりました 超待ちだ <laughs> これもう素材できてんだけどここに置いとくかもうここの画面ではこれしかないんだやることがよいしょよいしょ うん。半端になったね。いや、どうしようか。まあ、正直こんなにあっても、だから、捨てる一 <laughs> 個売るか。さすがに。あとは、ワードロープの回復待ちかな他にやることないね。現状。危なかった。無限とかつく。 あのタイミングで使ってたら、あれやることなくなったってなって終わるぞ。であとはね、これを、ちょっとやって終わるかな。こんなとこかな。またね、えー、っと、この黄色玉、エネルギーあるんで、次回は、まあ、もうちょっとエネルギー使っていこうかな。 あ、そうか。よし。じゃあ今回はここまでかな。ちょっとスペースがだいぶ埋まってしまったが。これはもう、メインの方ははしごができるまでは何一つ進まんので、まあ、イベントの方を頑張っていきたいかなと思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。